橋本智之の呪術大学。ちょっと夜中で、僕のワイフ、嫁が就寝中なんで、あんまり大きい声では喋れません。で、今回はタイトルにあるように僕の強さの秘密について、まあ、明かしていこうかと思います。まあ、これっていうのは、まあ、本当にほとんどの人には言ってない、本当に近しい家族とか親友って呼べるような人には言ってるんですけど、まあ多分本当に10人いないぐらいなんじゃないですかね、この秘密を知ってる人は。でもなんですかね、やっぱ僕はこう選手であると同時に、その指導者として、その人をこう強くする手助けをする立場であって、で、まあ、やっぱりどうやったら強くなれるんですかとか、どうやったら上達できますかとか、まあ、そういうことを聞かれる立場であるんで、で、そういう立場なのに、その自分が強い、自分の強さの根幹を支えている部分を明かさないのは、まあ、それは、まあ、良くない。やっぱ今の自分の立場をこう責任を持って全うするためには、やっぱ言わないといけない。まあ、煉獄さんなら、鬼滅の刃の煉獄さんなら絶対それを隠したりはしないと思ったんで、僕彼のこと結構リスペクトしてるんで、まあ、話していこうかと思います。で、まあ、あんまりもったいぶっても仕方ないし、これ見てる人イライラすると思うんで、まあ、端的にまず、まあ、僕の強さの秘訣を7文字で言います。僕の強さの秘訣は火星方形です。はい、っていうことですね。まあ、実はそうだと、まあ、強さの秘訣って言っても、まあ、僕より強い人はいっぱいいるし、まあ、今の僕のレベルでの強さの秘密っていう、まあ、話ですね。で、まあ、その、まあ、火星方形が秘密だったっていうことで、まあ、ちょっと細かく話していきます。まあ、火星方形をは、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、なんすかね、この YouTube の動画を、まあ、中学生とか高校生とかも見てくださってるっていう声をたまに聞くんで、まあ、これは、まあ、そうですね、保険の授業と思って聞いてくれればいいと思います。まあ、そのペニス、男性器は、まあ、子供の時は皮がかぶってる、こうつぼみになってるような状態だと思うんですけど、まあ、大人になるにつれてその皮がこう下がっていって、こうグッてこう、まあ、頭が出るっていう表現もすると思うんですけど、まあ、頭が出る人もいたり、まあ、何割ぐらいか詳細な割合は覚えてないんですけど、まあ、出る人と出ない人がいるんですよね。で、まあ、僕はその出ないタイプで、まあ、火星方形の中にも、まあ、種類があって、こう、まあ、出そうと思えばこう抜ける、つぼみを剥がせるタイプと、まあ、本当に剥がせないみたいな、これを神聖方形って言うんですかね。火星方形は多分抜けるタイプで、
で、僕今は火星方形なんですけど、多分中学校高校あたりは関東方形でしたっけね。なんか頑張れば向けるけど、この状態がすごい、なんですかね、この入り口がすごい狭くて窮屈な状態を、確かこれもまあうる覚えなんですけど、関東方形ですかねっていう、まあちょっとこれはっきりあんまり言えない、うる覚えだから言えないんですけど、そういう名前があって、で、僕はまあその状態だったんですよね。だから僕はその G 行為をする際に、そのこう出した状態ではきつくて苦しいから、それがきついっていうのがあって、その基本的にこの包まれた状態でそのいたしていたんですよね。っていうことは、まあ、その時僕が思ったのは、僕はその異性とそういう性的な行為がこうできないんじゃないかっていうふうに絶望したんですよね。で、まあその異性とやってるのに近い感覚を味わえるそういうおもちゃもあるじゃないですか。で、そういうおもちゃを試した時もやっぱりそのなんこう入れた時にそのなんですかね、こうきついから、その入り口が、僕の皮の入り口がきつくて、なんか全然良くないんですよね。っていうことは、異性とそういう行為をした時に、そういうなんか不快さが出てできないんじゃないかっていうふうに思ったんですよね。で、それっていうのは本当に当時の僕にとっては本当に絶望的な現実でした。まあ、僕、まあ、異性に対する興味っていうのがやっぱ湧いてくるじゃないですか。まあ小6ぐらいから、僕の場合は小5とか小6ぐらいですかね。そういうまあ自然なことですよね。で、中学生の頃になんかたまたま好きな子と両思いになって、なんかちょっと付き合うみたいになったんですけど、なんかこう僕の興味はもう性的なことにしか興味がなかったんですよね。なんかその子の内面とかじゃなくて、もうそういう行為にしか興味なくて、でもなんかその行為をするまでに至るその道筋っていうのが全く知識がなくて、教えてくれる人もいなくて、で、分かんなかったんですよね。だから二人でご飯食べててもひたすらムラムラするだけで、なんかどうすればいいんだろうって本当に分かんなくて、それでもなんか意味分かんなかったから別れたんですよね。別れて、で、まあ高校生の頃にそういうその自分が方形であるという、まあ、事実を、まあ、改めて認知して、で、その状況っていうのがどういうことなのかっていうのをよりこう深く理解した結果、僕はその最も異性と最もしたいことができない人間なんだっていうふうに、そういう結論に至ったんですよね。で、まあそれっていうのは本当に苦しかったですね。当時の僕にとって本当にそれはきつい、コンプレックスだったし、まあその異性の友達とかもできるんですけど、やっぱりこう異性に対してはそういう性的な目線があって、でも仲良くなったとしても、仲良くなっていい感じになったとしても、ああ俺はできないんだと思って、
だからあんまりこう自らこう深入りすることを避けてたんですよね。うん。で、なんでそれが強さの秘訣かっていうと、まあ考えが思慮深い人は気づいてるかもしれないんですけど、やっぱりこう何かを選ぶっていうのは何かを捨てることなんですよね。だから僕はその方形であったがゆえに、その青春時代のこうモチベーションとしてすごいこう性的な原動力っていうのは結構大きなものなんですけど、僕はそれをあえてじゃなくて強制的に捨て去られることで、まあ、何か別のものにも没頭するしかなかったんですよね。うん。僕の好きな漫画で、まあ、呪術廻戦っていうのがあるんですけど、その漫画の中の設定で天与呪縛っていうのがあって、まあ、これすごい分かりやすい例っていうかすごい好きな設定なんですけど、っていうのはなんかその漫画の中だと、なんか呪力っていう、まあまあ魔法のエネルギーみたいな感じですよね。そういうものを持ってる人間がいて、それを持ってるからなんかその魔法の技が使えるみたいな設定なんですよね。でも本来はその魔法の力を持つべくして生まれた人間が、その何らかの縛りによってその魔法の力を失って生まれて、でもその結果すごいもう体が強いとか、そういう縛りがあるからこそ、制限があるからこそ他の部分が引いてて強くなるっていう設定なんですよね。でまさに本当にそういうことで、もし僕がその自分のその学生時代、まあ中高時代にそういう縛りがなくて、もし僕がその異性と付き合ってそういう行為に没頭していたら、僕は多分、まあ、柔術をここまでやらなかったと思うんですよね。まあ、これはあくまで僕の想像ですけど、できたとしてももちろん柔術にハマっている可能性はある。でもその当時の僕はそれができないからこそ柔術っていうものにのめり込んで、でまあそういう異性とのデートとかに のめり込んでるその同世代の人間がいっぱいいるじゃないですか。でも俺はあえてそれをせずに、まあ、あえてっていうかまあできなかったんですけど、それをせずに柔術に打ち込むことで特別な人間になれるんじゃないかっていう、こうそういう強い意志があったんですよね。やっぱりこう周りと同じことしてても同じような人間になれないっていう考えが僕の中であって、で、まあ、まあ結果論なんですけどね、結果論でそう思ってたんですけど、だから、まあ、そういうことですね。で、まあ、まあ人それぞれね、なんかそういう縛りってあると思うんですよ。まあ、例えば、まあ、社会的にその不利になる、まあその縛りで言うと顔が不細工であるとか身長がすっごい低いとかね、まあ、そういうなんかこう社会的に見て明らかにこう不利とされる素養ってこうあるじゃないですか。でも、まあ、やっぱりそこをなんか ネガティブに捉えても仕方ないっていうか、なんかこうポジティブで捉えるためにも逆にその縛りが自分を強くするっていうふうに、まあ、思うのもまあ、ありなんじゃないかなっていうふうに思ってます。だから僕はその高校生とか中学校時代にすごい、まあ、苦しかったですよね。本当になんで俺はこんな風に
作られてしまったんだろう。なんで俺は普通の人が楽しめる喜びをこうエンジョイできないような体になってるんだっていう、本当に辛かったんですけど、でもそれがあったからこそ柔術っていう最高に楽しい遊びと出会えたし、その遊びにのめり込めたから、まあ、結果的に良かったって思ってるんですよね。なんかそういう感じで、なんかね、まあ別に大人にも言えることですけど、やっぱりこう10代の子とかっていうのは、人間っていうのはいろいろその自分の今持って生まれた素養に不満とかコンプレックスを、まあ、抱いている人いっぱいいると思うんですけど、まあでももちろん整形してかっこよくしたりとか、まあ、その、まあ、その方形も手術でをすることで治せたりとか、まあ、もちろんそのいろんな方法はその素養を自体を変更して改善するっていう方法は、まあ、もちろんいっぱいあるんですけど、まあ、それもあるし、逆にその持って生まれたもので自分はどう生きれるのか、その生まれ持ったものでをどういう武器にしていけるのか、どういう強みに、弱みをどうやったら強みに変えていけるのかとか、やっぱ弱みってどんな状況でも弱いものってなくて、やっぱ状況が変われば強みになったりもするんで、まあそういう考えも持ってもらえればと思います。でまあ僕今結婚してて、まあそういう行為もできるようになったんですけど、それは、まあ、トレーニングの結果ですね。やっぱりこうギュッてそのなんか抜いて苦しいっていうことは、こう入り口が狭まってるんで、まあ、その入り口をこう広げてあげるトレーニングを、まあ、積み重ねたことによって、まあ、手術をせずに改善しました。まあ、まあこれはケースバイケースだと思うんですけど、まあやっぱりトレーニングって大事っすよね。はい。っていうことで、まあ、ちょっとこれ聞いてる人は本当衝撃の内容で、もう僕が初めにもう事実を告白した瞬間から今までもう顎が外れっぱなしだったと思うんですけど、まあ、ちょっと顎をしっかりはめてもらって、まあすごいためになる話だったと思うんで、まあこの話の教訓とかを生かして生きてもらえたらと思います。ではバイブー。